はい、今回ですね、バスク風チーズケーキ購入してみました。購入したのはリンベルで、日本の極みのシリーズで、このシリーズ以前にも何回か動画上げてるんですけれども、美味しいもの多くて気に入っています。で、今回のはレストランひろみち小玉シェフ監修ということになっています。で、ここにも書いてあるように、ワインとも絶妙のマリアージュ、塩麹入りバスク風チーズケーキということです。東京恵比寿にあるレストランひろみちは、本格フレンチが気軽に楽しめる店、伝統的なフレンチを基調としつつ、創意あふれた料理は全国の食通たちから愛されています。お届けしたケーキは、この店のオーナーシェフ小玉ひろみちさんが、あらゆるタイプのチーズケーキを食べ比べ、試行錯誤を重ねて完成させた一品です。国産のクリームチーズを使用、明治6年創業の山形池田屋商事造場の塩麹をアクセントにして焼き上げています。コクがありながらくどくなく、酸味と塩味が絶妙で、しっとり滑らかな口当たりとなっています。コーヒーや紅茶はもちろん、スパークリングワインや白ワインとの相性も抜群です。このように書いてるように、でレストランひろみちなんですけれども、この東京恵比寿にある、フレンチレストランなんですが、ミシュランの一つ星獲得のお店ということです。はい。そして蓋を開けると、このような感じで、中に商品が入っていて、このドーム型のプラスチックのようなこのケースで覆われています。そして上のケースですね、開けてみると、このようにまず上の部分、しっかりとこう焼きが入っていて、しっかりとこの焼いた時の風味良さそうな感じです。横からちょっと見てみると、このような感じになっていて、美味しそうですね。チーズの濃厚な感じで、しっかりとキュッとなんかこう詰まったような感じのチーズケーキで、こう美味しそうなのが分かると思います。で、持った感じもこれ、直径これぐらいで十何センチかなんですけれども、15センチぐらい、12センチぐらいですかね、なんですけども、結構ずっしり重いので、かなりたっぷりとチーズが使われているんだなということが、なんとなくですね、この重さで分かります。はい、それでは箱から取り出してみました。箱から取り出すと、こういう感じで全体がですね、取り出せるようになっています。厚みもしっかりとあってですね、こう見た目すごくいいのがわかるでしょうか。はい、こう触った感じはこんな感じで、ちょっとですね、しっかりと外側は硬くなっていて、しっかりとしてるなっていう感じです。はい、こういう具合です。それではちょっとカットしてみようと思います。はい、こういう感じで、しっとりとした感じに切れ味感じます。はい、中の様子このような具合ですね。はい、触ってみた感じ、中は結構しっとり柔らかそうな感じです。滑らかな具合ですね。それではこれカットした様子ですけれども、ちょっと今ここ食べるように少しカットしておきました。こんな感じで中の様子ですね、しっとりとしていて、チーズたっぷりで美味しそうな見た目になっています。かなり濃厚な印象ですね。さっきも言った通り、重さがしっかりとあって、でこれ冷蔵で送られてきているので、冷凍ではなくて冷蔵のまま送られてきてます。はい、はい、こういう具合です。ちょっと食べてみます。見た目から美味しそうなのがわかると思います。外側の部分はしっかりと硬さがあるなという感じで、上の焦げてる部分が少し、この焦げのいい風味あるんですけども、すごく焦げてて苦いなっていう、そういう印象はほとんどありません。で、この、焼いた中の部分ですね、この部分はかなりしっとりとしていて、濃厚なチーズの感じで美味しいです。
少しですね、こう、なんていうんですかね、ザラザラっとしたような感じで、うん、滑らかっていうよりも少しザラザラとした感じで、チーズのホロホロ感あるような感じが美味しいです。はい。で、塩麹使っているということだったので、何ですかね、この塩麹のこの塩味、これがすごくいいですし、クリームチーズの程よい酸味なんかもあって、味もしつこくなくて、で、甘さもちょうどいい具合ですごく美味しいです。はい。確かにこのワインとかですね、紅茶なんかにもよく合うと思いますので、うん、一緒に合わせて食べるのもいいですし、はい、このチーズだけじっくり味わいながら食べるのもいいと思うので、うん、ぜひこれ美味しかったので食べてみてください。このチーズケーキですね、冷蔵なのでそんなに日持ち多分しないと思うので、まあ、このぐらいのサイズだったらすぐに食べきれてしまう感じだと思うので、美味しいのですぐに食べきれるので、はい、食後のデザート用にもいいですし、ちょっとですね、お客さん来た時に一緒に食べるのにもいいですし、はい、贈り物にもいいと思うので、この美味しいバスク風チーズケーキ一回ですね、気になったら食べてみてください。はい。原材料なんですけれども、ちょっといつも最初にやるんですけれども、最後にですね、見ていこうと思います。原材料の方がクリームチーズ、国内製造、クリーム、三温糖、液全卵、液卵黄、レモンジュース、小麦粉、塩麹、安定剤、調味料、クロレラエキス、香料というふうになっています。うん。で、卵の風味も程よく確かにあったなっていうのと、あとレモンジュース、この酸味がですね、食べてる時にレモンっぽい香りしたなっていう、クリームチーズの酸味もあったんですけれども、このレモンのいい風味もあったので、うん、これがさっぱりとした感じで食べれたのかなと思います。はい。まあ、とにかく美味しかったので、はい、最後にちょっと原材料の方ですね、取り忘れたなということで、最後原材料の方取っています。はい。